ちは、TBS のアランドロンと自分で言っております大沢優里です。皆様こんにちは、小畑くるみです。今日からですね、始まりました大沢優里ののんびりワイド、はい、1時から4時半まで放送することになりましてね、なんか今日はお天気もいいしね。そうですね、もうこの番組のためにこんなにいいお天気になったという感じですね。という感じでね、花火も打ち上げてね、はい、自分でテープ持ってきてかけたり他の打ち上げないから自分でやっておりますけどね。月曜日から金曜日までお送りしますけども、毎日相手の女性が変わりましてね、はい、月曜日の方は小鳩くるみさん、今まで土曜日ですおはよう大沢優里ですっていうね番組やっておりまして、はい、今山田二郎アナウンサーやっておりますけども、月曜日は小鳩くるみさん、火曜日は吉川美代子アナウンサー、水曜日が佐藤道夫さん、木曜日が岩崎直子さん、金曜日は宮古屋和江さんという大沢優里をめぐる5人の女性女でですね、この番組4時半まで進めてまいることになりました。どうぞよろしくお願いいたしますね。ディレクターは高山道春ディレクターね、はい、今日赤ちゃんがね、9時過ぎに生まれました。女の子はね、それから最後に明太ですね、この番組と同じでね、それから杉浦俊重ディレクター、宇都宮宗太郎ディレクター、そして今日はミキサー機械の方は宮下光一、テクニカルディレクターでお送りすることになります。どうぞよろしくお願いしたいと思いますですね。それでは早速ね、ニュースの方から聞いてみることにしましょうね、はいはい、今日を支え明日を築く大正海上火災がお送りするニュースです。Gスターの今村実さん、はい、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、今日は忙しかったでしょう。朝は私玄関前におりましてね、選挙の方関係してまいりましたけれども、はい、Gスターからそれではニュースを伝えてどうぞお願いします、ラジオ機の皆さんもご承知と思いますけれども、東京都知事は保守中道の下鈴木候補が当選確実となりましたが、大平総理大臣はこれについて、都民は現実的な選択をした、これでまずまず安心だといったところだと述べております